農業浴衣寄せは、1985年7月1日から、同年9月2日まで、テレビ、東京系列局で放送されていたテレビ、東京製作の演芸番組である。その後も1985年9月9日から、同年10月9日まで、お笑い名人寄せと題して放送されていた、全9回プラス5回、落語をメインにしていた寄せ番組で、他に、 漫才や漫談も取り上げていた。東京、浅草園芸ホールからの中継録画で放送。いずれも日本標準時。7月1日、桂歌丸、春日三3級、テルヨ7月8日、三遊亭演歌、内海恵子吉江7月15日、お盆、小盆他7月22日、柳屋商船7月29日、三遊亭小遊座。 4代目桂米丸8月5日、シシテン瀬セトワニア、柳ナギヤ8月19日、W 健ン8代目立花バナ蔵、彼らの出演会は8月12日に放送される予定だったが、同日に発生した日本航空123便墜落事故関連の報道特別番組が編成されたために休止になり、翌週へ回された。8月26日、 春風亭小朝、林家新平9月2日、初代、林家菊蔵他から、ここまで、農業浴衣寄せ。9月9日、コロンビアトップライト、春風亭流昇、ここから、お笑い名人寄せ。9月16日、四代目、三遊亭金馬、牧新次9月23日、三遊亭円花他10月2日、マギー四郎。 三遊亭窓か右10月9日、林家金平、青空千代、人よお笑い名人寄せに関するカテゴリー。ありがとうございます。